広島に住んでいて、作家活動をしています。育ったのは広島じゃないんですけど、ニューヨークに、10年ほど作家活動していて、そのやっぱり初めてその日本の歴史であったり、そういったものをすごくこう重要に思うようになって、特にこう日本の問題を作品に取り込むことが多くなりました。まずイカロスの神話なんですけど、イカロスっていうのはこういう地下の迷宮に閉じ込められていて、そこで自分で、翼を作って、そこから脱出するだけど、太陽に近づきすぎて焼き落とされるという神話なんですね。でそれが、まあ、同時に人間のテクノロジーに対する、過信を戒める神話としても受け取られるんですが、まあ、その神話の持っている意味をこの作品に込めています。この作品に入るとこう一直線に見える道、これはまあ人間の近代主義がストレートフォワードにこう進んでいるようにこう思い込んでいるんだけど、実際はもっとは複雑で、常に我々は何が正しいのか迷っている。あと同時に、この作品の中に三島由紀夫の詩が組み込まれているんですけれど、その三島は日本の自衛隊の戦闘機に乗った時にこのイカロスの詩を書いたんですけれど、同時にそれが、まあ、日本の戦後の問題を複雑に絡めています。なぜかというと三島由紀夫は戦後、日本の文化が、ひたすら経済活動に邁進することで日本の文化をダメにしていってるということを批判している芸術家だったということです。まあ、普通アーティストはその展覧会のテーマに合わせて作品作ることはないので、それに対してはこうあまり深くとか適切な答えを与えられるかどうか分かりませんけど、まあ多分アートっていうのはいろんな多様な視点から物事を見るというところに意味があるので、そういう意味では今回のテーマにとって、まあ、アートの持つ役割っていうのは重要であろうと思います。すでに言った通りに物を見る視点が多様性があったり、視点を変えて見ることができる。あと同時に言語を超えて、まあ、理解し合うことができる。そこにこうビジュアルアートの可能性があると。